セントラルリーグの最終戦でもあるんですね、ヤクルトには単独3位という、来年の開幕権もかかっている試合なんです。ご覧いただきましょう。球場に着きました尾花投手、今日で14年間の現役生活を終えるということでね、やや少し緊張した面持ちなんでしょうか、クラブハウスの方へ到着しました。そして再逆転首位打者を狙う古田選手の試合前という表情ですが、今日2打数1安打以上なら再び落合を抜き、野村監督に次ぐ史上2人目のキャッチャー首位打者誕生ということで、第1打席見事に1球目をレフト前、プレッシャーの中あっさりとタイトルを獲得しました。喜んでますね。さあ、これに乗せられたのか、広沢のヒットでランナー二塁一塁となった後、バッターボックスは池山、低めの難しい球でしたがライトへ32号のスリーランホームラン、ヤクルトがまず先制をしました。さらに続く畑です。2者連続のホームラン、ヤクルト4対0とします。リードを広げました。その後両チーム点を加えまして8対2、ヤクルトのリードで迎えた9回表2アウト、ブルペンからナイン、そしてファンに送られまして尾花投手最後のマウンドへ向かいます。スタンドに来ていた奥さんですね。そして西村からボールを受け取りました。バッターは道県人の正田、三球三振の三振に打ち取りました。それで尾花投手14年間の現役生活に別れを告げております。記念のウィニングボールグラブに収めております。尾花投手インタビューです。僕を応援してくれた、またスワローズを応援してくれたね、そういう人たちに本当に長い間ありがとうございましたっていうお礼をね言いたいと思います。本当にありがとうございました。最後はナインに胴上げをされまして、ご覧のように14年間の通算の成績が出ております。本当に14年間ね、長い間お疲れ様でした。試合の方は8対2でヤクルトが勝ちまして、単独3位を決めております。岡林が12勝目ということですね。池山に32号が出ております。これで、セントラルリーグは公式戦すべてが終わりました。各タイトルも決まっておりますので、その一覧をご覧いただきたいと思います。まず